アラメさんがジェズヒコです。それでは今回なんですけども、D 払いのメリットやデメリットを実際に約1ヶ月 D 払いを使ってみて感じたことをまとめということで、今回は D 払いを使ってみて、僕が感じたメリットやデメリットなどを簡単にまとめてみました。それでは早速僕が感じたデメリット3つからお伝えしていこうと思います。まず1つ目っていうのは、決済した後にポイント還元が確認できないということで、これは誰しもが思うことではないのかなとは思います。僕は今月ですね、20% 還元のキャンペーンが始まって、初めて D 払いを使い始めたんですけども、このアプリの特徴は、その名の通り D 払いということでだけあって、支払うだけに特化してるんですよね。なのでアプリの中でポイント還元を見ることができないっていうのにやっぱり不便を感じます。一応利用履歴などに関しては、アプリからブラウザに飛んで確認することはできるんですけども、それを毎回ログインすることにもやっぱ手間を感じてしまいますね。あとPayPay や LINEPay の場合は、ある程度ポイント還元などが見ることができるんですけども、ちょっと D 払いもそれができれば、今後そのような感じにしてほしいなというふうにも思いました。次2つ目ですね。クレジットカードで登録できないものがあるということで、登録できるカードっていうのが 3D セキュア、いわゆる本人認証サービスに対応してるクレジットカードであれば対応できるんですけども、それに対応してないと登録の時にやっぱり弾かれてしまうんですよね。僕も何枚かクレジットカード持ってるんですけども、1枚だけ登録することができました。ちなみに以前も動画でお伝えしたビザプリペイドカードのキャッシュも 3D セキュアには対応してないので、登録はできませんでした。逆に言うとそれだけセキュリティに関して重視してるということでもあるかもしれないですね。次3つ目ですね。Amazon で使えない。ドコモユーザーは可能ということで、これはもしかしたら僕だけかもしれないと思うんですが、Amazon では D 払いには対応してるんですけども、ドコモのユーザーの方だけ使えるんですよね。なので、この間開催された Amazon プライムデーで、D 払いが使えると思いきや僕はドコモユーザーではないので、使えなかったということで少しショックでした。なので、ドコモユーザーの方はぜひですね、D 払いのキャンペーンの時とか、Amazon を利用してみるのもいいと思います。次はメリット3つについてお伝えします。まず1つ目。D アカウントがあれば誰でも使えるということで、実はですね、最初 D 払いと聞いた時に、ドコモユーザーだけかーってぶっちゃけ思ったんですよ。なので、キャンペーンが発表された時に、若干諦めてたんですけども、よくよく調べると、D アカウント持っている方であれば D 払いが使えると聞いて、ちょっとテンション上がりましたね。僕も2、3年前ぐらいにマクドナルドで D ポイントカードをもらって、その時に D アカウントを作っていたので、その D アカウントで現在は D 払いを使っています。次2番目ですね。使えるお店が比較的多いということで、これに関しては最初 D 払いに聞いた時に、使えるお店のイメージが全然できなかったんですよね。普段から僕が D 払いを全然使ってなかったということもあるんですが、特に使えて助かったのは飲食店とかドラッグストアですかね。普段はツルハドラッグで利用することが多いので、そこでツルハのポイントと D 払いを組み合わせて使えるので、二重でお得ですね。3つ目 D ポイントが貯まるということで、今月開催中の 20% 還元を含めて結局 D ポイントが溜まるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。以前にも動画にしましたが、溜まった D ポイントって、D 払いの時にも使うことができますし、D ショッピングなど幅広く D ポイントを貯めたり使うこともできるので、それがやっぱり魅力的ですよね。ということで今回は僕が約1ヶ月ほど D 払いを使ってみたメリットやデメリットについてお伝えさせていただきました。ちなみにあえてデメリットには入れませんでしたが、決済する時の音が鳴らないというのもありましたね。PayPay や LINEPay、オリガイン Pay などに関しては音は鳴るんですけども、PayPay とかですね、D 払いは見事に無音ですね。そんなこんなで、もしですね、D 払いを使ってみて何か思ったことなどがあれば下のコメント欄にぜひ書き込んでてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。